サムライは見たか？ああ見たよ。おーん、見た見た。寛大の金丸も投げる。そうみたいやな。そんなんスカウトがみんな見てるやろ。こっちが見んでも、そんなん応酬なんて練習も何もしてないやろ。向こう寒いしこの時期。だから投げたら肩痛なるんやマウンドで。まあちょっとレベルが低すぎるわな。何でもかんでも初球から打ってきて、なんかあるんちゃうかあいつら。昨年日本一の監督が野球を発展させようとして、来日してくれた代表相手にこんな失礼な発言って何も笑えんわ。阪神の強さはリスペクトしてるけど監督は全くリスペクトできん。確かに日本と比べたらレベルは低いかもしれんが、もう少しリスペクトを持って発言してくれ。記者もこんな発言そのまま記事にすんなよ。さすがに調子乗りすぎですわ。絶対思っても言う必要なかったと思う。ただそれで DH が後か騒いでるやつもようわからん。それは関係ないやろ。こらいかんよ。自分の立場とか影響力をもうちょい考えて発言してくれ。せっかく日本と野球で交流して、欧州での野球人気を上げようとしてるのにこの発言はない。事実すら言ったらあかん世の中なんか、趣味ドラなんかボロカスに言われてんのに。練習できてへんって話やろ。今日本はガンガン練習し始めていい状態やのに、練習できてないところとやって勝つのは当たり前って話。いや別に何も間違ったこと言うとランクね。後半がなければ間違ってはないんやけどな。仮にも日本一監督がこんなリスペクト書いた発言すんなよ。さすがにひどすぎるって。サッカーで逆の立場でこんなん言われたら日本人大騒ぎするやろな。これはさすがに言い過ぎですわ。申し訳ないけどこんな発言見たら欧州に勝ってほしかった。これはないわ。心底軽蔑する。阪神ファンやが価値観めちゃくちゃ遅れてるってつくづく思うよ。他国からわざわざ来てくれてる人たちに言うことじゃない。まあ確かにこの発言はひどいな。その欧州におったバレンティンとかいうとんでも怪物忘れたんやろか。だけど采配はええから何も言えん。世代的にもしゃあないと思う。ただできれば野球人にこういうことを言ってほしくはなかった。レベル低い発言はさすがにだいぶ言葉悪いけど、欧州は日本より寒いし調整が万全とは思えんからそこは同意。ここまではっきり言うたらあかんよ。